日野市の用水路は、主に、東京都日野市内を流れる、用水路に関する項目で、2016年3月28日7時47分時点では、荒井用水と、上田用水のほか、黒川用水とそれに関連する、黒川瀬流公園についても記述する。荒井用水とは、東京都日野市内を流れる、用水路で、主に、上田と荒井の、両地区を流路としている。 この水路は分岐、合流する水路が比較的多いことが挙げられる。また、住宅の間や、工述するクランクを超えた、下流部などを除けば護岸が浸水風に回収されており、市民が水路と触れ合いやすいような工夫がなされている。21年現在、荒い用水を利用し水筒栽培を行っている、営農者は1軒のみである。同市内を流れる、 上田用水の上田にある席から取水して、しばらく歩道の下や民家の合間を通り、途中には荒井用水触れ合い水路として、浸水路に整備された箇所がある。かつてはこの浸水路の直近の浅川に取水席があったが、水の出やすい場所であったため、現在は上田用水から分水している。この後、川崎街道をくぐり、住宅街の間を通りながら、 分岐先である、上田用水の支流と再合流する。この後、新川崎街道道路をくぐり他の水路も分岐した後、満願寺地区に入ってから約700メートル近くを、ほぼ直線に流れ、途中には、大木島公園という浸水公園が存在する。その下流、満願寺と石田の境界線付近にある十字路で、道路に沿って直角に2回曲がり、 浅川に沿う道路へ出て、ここから、荒井橋の手前にある席まで浅川に沿う。この辺りから、合流部まではかなり深いところを通るため、立ち入り禁止となっており、浸水にはなっていない。そして橋の手前にある席で、浅川へ合流する。上田用水とは、東京都日野市内を流れる、用水路の一つで、市として、同市の上田と、宮、 万岩寺地区を流浪とする。この水路の特徴として、取水部から豊田用水との合流点付近まで水量が少ないことが挙げられ、そこから先を流れる水のほとんどは豊田用水のものである。また、日のバイパス開通における区画整理により、周囲には他が減り、必然的に支流の数も他の水路より少ないものとなっている。また、 万願寺地区では宅地化が進行したため、道路に沿う直線の護岸水路に再整備された。21年現在、上田用水を利用して、水筒栽培を行っている営農者は1軒のみで、ある。万願寺中央公園にある、小さな水田は、有志の方が管理している。同志川辺堀の内にある浅川の関から取水するが、近年は、浅川の川床が下がり続け、 国土交通省の方針もあり、ジャカゴを使った取水が行えないため、せっかく席を直しても水が出れば、石が流され取水がほぼできない状態となっていることが多い。市民プールの左側を通った後都道159号線を斜めにくぐる。そして、かつて、玉コースと呼ばれた自動車教習所が存在したあたりで、豊田用水が合流し、ここから先は、 道路沿いを流れて、川崎街道をくぐると、日のバイパスに近づき具へ入る。このあたりは区画整理後も、水路の流れを変えていないことからジグザグに流れており、必然的に、日のバイパスを、計3回くぐる、独特の流れ方となっており、この先は、満岩寺地区を縦断して、根川に合流する。黒川用水は、東京都日の市内を流れる、用水路であり、単に、 黒川や黒川水路と呼ばれることもある。同志東方殿にある黒川清流公園内の湧水を水源としており、護岸の形状は三面護岸と石積み構造が混在している。また、この水路は比較的深い場所に掘られているが水深自体は浅く、流域には東水路を利用する他がないためか砂での堆積も少ない。日野市東方殿にある 黒川瀬流公園生端にあるわさびの園付近が、源流で、途中園内にある複数の湧水が合流する。しかし、公園の東端である JR 中央線の築堤から、しばらく湾居となり、住宅街を抜けた先の大和と与田付近で地上に戻る。隠れている距離が長い上に、水路の存在をほのめかすものも特に見当たらず、説明がなければ、無関係の水路にも感じる。 ここから先は区画整理の進む川辺堀の内地区の野党を進むが、畑のあった頃の流路は保持されており、日野バイパスの側壁や栗畑も見えてきて坂を降り切ると、豊田用水に合流する。黒川清流公園は、東京都日野市にある公園で上述する黒川用水の源流も兼ねている。概要この付近には、 玉川水系の浅川が流れる日の大地の歌手段が崖からの湧水を水源とする黒川という川があり、これは黒川用水とも呼ばれて、わさび田などの農業用水としても利用されていた。周辺の宅地化が進んだことで多くが暗渠化されたが、この湧水と元からあったクヌギやコナラなどの雑木林を活用して、 全長600メートルを整備し、1985年に浸水公園として誕生した。公園内は、石で作られたベンチや絵が描かれたマンホールがある。公園の背後にある崖戦力地は1975年に東京都の緑地保存地域に指定されており、公園は環境省の特定植物群落のほか、日野市の植生重要自然地域にも選定されている。 受賞歴のラネコも多い主に見られる生物はオゲラ、ヤマガラ、エナガ、マガモ、カワセミ、ホタル、サワガニ、コイ、カナヘビ、クロカワムシなど。参考チリメンカワニナと呼ばれるカワニナの一種や、モクズガニが生息している。豊田用水は、市内の内種として、豊田から川辺堀の内地区を主体に流れる、用水路。東京都八王子市を源流とする浅川の、 滝合橋付近から取水されるが、平山橋付近までは並んでおり、そこから先は豊田、東、豊田、川辺堀之内地区を通りつつ、上田地区で、上田用水に合流する。21年現在、豊田用水を用い水稲栽培を行っている、営農者は2件まで減った。黒川清流公園に関するカテゴリー。ありがとうございます。